荒川キャンパス東京都立産業技術高等専門学校は東京都品川区及び荒川区にキャンパスがある公立高等専門学校。東京都立工業高等専門学校と東京都立航空工業高等専門学校の統合により2006年4月に設置された。運営は東京都公立大学法人。略称は三義高専、都立三技高専。 都立高専という表記も見られる。東京都立大学工学部と同じ区立電気工業学校を源流に持ち、また全身校の東京都立工業高等専門学校と東京都立航空工業高等専門学校は、最初期に設立された14の高専のうちの2つであり、高等専門学校としても長い歴史を持つ。全身校のキャンパスを引き継ぎ、 品川キャンパスと荒川キャンパスの2キャンパス制となる。また、開校と同時に5年制の本科の上に2年制の専攻科が設置された。さらに、2006年4月に品川キャンパス所在地に開学した公立大学法人首都大学東京が設置する産業技術大学院大学と連携し、高専から大学院に至る全国初の9年間1貫のものづくり教育を 目指している。なお以前は、東京都の直轄だったが、2008年4月に、公立大学法人首都大学東京に移管された。平成21年度より、東京都以外からも入学者の募集を開始した。2009年4月に開設された。情報セキュリティに関する高度な技能と知識を有する、情報処理技術者の育成を目的とした、プログラム高度な専門知識を有する、 航空宇宙技術者の育成を目的としたプログラム上記に加えて令和3年度から移行連携教育研究プロジェクトが開始する。本プロジェクトは都立産業技術高等専門学校が荒川キャンパスに設置する航空宇宙工学、ロボット工学、情報通信工学、医療福祉工学の4コースを横断するプロジェクトとなっており、 工学技術の医学への実践的応用が可能な技術者を育成する。また本プロジェクトは以下の3つのプログラムをもって実行される。がんの発見等、医学分野での応用が進む AI 関連の最先端技術に関するプログラムデザイン思考法を導入して医療機器開発における問題を発見、解決する。また問題解決が可能な方法、機器の特別研究、 研究開発を行う。実習を軸として、実際の医療現場の状況と問題点を把握し、医療機器開発が可能な高度実践的技術者を育成する。このプログラムでは、東京都立産業技術研究所との連携が行われる。他の教育、研究機関及び産業界の企業との協定を締結し、広域的に産学連携を行っている。以下は、 東京都立産業技術高等専門学校と協定を締結した教育、研究機関及び企業。東京都公立大学法人内の2大学と連携し、国内での英語研修、英語でのプレゼンテーション、合宿、及び8日間の海外渡航を含めた6ヶ月のプログラムで実践的な課題解決力、英語を含む外国語でのコミュニケーション能力の育成を行う。 国際的に活躍が可能なエンジニアの育成を目的としたアメリカ合衆国シアトルでの8泊10日の海外研修プログラム、海外インターンシッププログラムの改定により平成29年度より開始した機械工学、電気電子工学及び情報工学等の基礎工学分野とそれらの応用複合分野である航空宇宙工学、ロボット工学、 情報通信工学、医療福祉工学に関するコースを設置しており、多様な教育を行う。パイシグマシータ、オームパイオミクロンオミクロンデルタ、オミクロンガンマオミクロンファイシグマ。と刻まれており、これは、英語で、オールヒューマンズ by ネーチャーデザイアーナレッジすなわちすべての人間は生まれつき知ることを欲す。という意味になる。またこれは、アリストテレスの刑事条学の処分である。 品川キャンパス、荒川キャンパス、東京都立産業技術高等専門学校にはその歴史的経緯から二つの同窓組織が存在する。品川キャンパスのサメズ会と都立航空航線の大空会である。戦前のサメズの地での不立伝工から始まる技術者、育成機関の脈絡は、その長い歴史の中でいくつかの変遷があった。しかしながら公明が異なっていても、 学籍を引き継いだり、不立電工と合わせて設置された、東京府機械工校養成所が商工省、東京機械技術院に養成所を経て、都立高専技術専修科となったように、その興風や人脈は、サメズの地を通して途切れることなく、脈々と受け継がれていった。そのような経緯で卒業生によるつながりは、公明や組織というよりはむしろ、サメズの地としてのつながりであった。 そして1992年、銅像サメ図いが発足。都立工業高専の卒業生及び、全身校の卒業生を含めた校名を超えた、つながりを持った、銅像組織となった。2016年、都立工業高専は、都立航空高専と統合され新たに、東京都立産業技術高等専門学校となった、ものの品川キャンパスの銅像組織として、サメ図いが機能している。 荒川キャンパスの卒業生による同窓組織、全進行である工業高専、航空工業高専などの出身者をも含む、ありがとうございます。